ノゼリア全土を巻き込んだ煙鉄大戦から34年、グリンブルク王国領に新たな鉄鉱脈が発見され、人々は喜びに沸いた。グリンブルク王国、エスフロスト公国、聖ハイサンド大峡谷は興味の末、新鉱山を共有の資産とするべく共同採掘を決定する。かつて相争った三国が手を取り合い、資金や技術を提供し合う試み、それはノゼリアの人々に平穏な時代の到来を期待させた。採掘の成功を記念する式典を控え、各国の要人が次々とグリンブルク王国を来訪。まさに和平のための宴が開かれようとしていた。そんな中、グリンブルクの御三家筆頭であるウォルフォート家においては、煙鉄大戦の英雄シモンの嫡子セレノアが新たな当主となることが決まったのである。ウォルフォート城へようこそ、ライラ殿。共同採掘に対する聖ハイサンド大峡谷の多額のご援助、改めて感謝いたします。調整役がシモン殿なればこそです。しかしご子息とフレデリカ殿のご成婚には驚きました。まさかグリンブルクの筆頭家がグスタドルフ総帥の妹君を迎え入れるとは。総帥とはお母上が異なるそうですが、いきさつを伺ってもよろしいか。ええ、もちろん。大戦時に先代総帥と結んだ盟約なのです。情勢に明るいあなたが知らないとは意外でした。そちらがご子息ですね。確かセレノア・ウォルフォートです。フレデリカと申します。まだまだ至らない息子ですが、良い機会だと思いましてな。私は本日限りで当主の座を降り、セレノアに譲るつもりです。ご引退されるのですか。協力して共同採掘を進めてきた同志としては寂しいですが、めでたきことですね。新当主のセレノア殿がどんな人物か晩餐会でじっくりと調べることにしましょう。ライラ殿の本領発揮ですな。お手柔らかに。今宵はエスフロストのドラガン殿もいらっしゃるとか。ええ、ノゼリア新鉱山の技術責任者ですから、王国の若き騎士と呼ばれる優秀な方だ。彼は新鉱山の坑道を掘るために特殊な爆発物を使うと聞きました。立場は違えど同じく研究に携わる者として話を聞くのが楽しみです。すでに到着されているはずですが、姿が見えませんが。ドラガンなら町に出て行きました。ウォルフォートの城下に興味があると言って。ああ、ドラガン殿とあなたはいとこ同士でしたね。早速情報収集とは気が合いそうだ。間もなく晩餐会が始まります。私が探してお連れしましょう。そうしてくれ。今宵の晩餐会は私が主催するが、お前は当主のつもりで臨め。招待客は皆各国の要人だ。くれぐれも失礼のないように。承知しました。
セレノー殿、先ほどは世話になりました。町はいかがでしたか、ドラガン殿。領民たちには活気があり、領主を信頼していた。ウォルホート家がどんな家かよくわかった。恐れ入ります。フレデリカは我らの総帥の妹であり、私のいとこにもあたる。それがこのような良き家と結ばれた、大変喜ばしいことです。共同採掘でのドラガン殿のご活躍は聞いています。これからも手を取り合っていきたいものです。さよう。もう過去の戦争にとらわれている時代ではありません。鉄のエスフロスト、塩のハイサンド、そして交易のグリンブルク、互いに敬意を持って平等な関係を築いて行きたいものです。引き捨てなりませんな、ドラガン殿。現在は敬意がなく平等でもないと聞こえますが。少なくとも平等ではない。貴国が課している遠税を見れば明らかだ。ずいぶんはっきりとおっしゃる。ハイサンドへの敬意を感じませんな。セレノア殿はどう思われる。高額の遠税は古くからの問題です。遠鉄大戦もそれが原因で起こった。使用は女神に従う信徒のみに与えられた女神の加護である。これはハイサンドが報じる塩の女神教の基本となる教えだ。ウォルホートの次期当主殿はエスフロストと結んで我らの教義に異議を呈するのですか。塩はハイサンドの縁故でしか取れません。塩の採掘は貴国が持つ正当な権利です。それを犯すつもりはありません。ならば結構ですが、日和見とも取れますな。確かにそれでは何も言っていないのと同じだ。セレノア殿、我らは皆立場も意見も異なる。しかしだからこそ率直に話し合うことに意味があるのではないか。ご了承、どうかお許しいただきたい。ウォルホートはグリンブルク王国の武家、武骨者ゆえ遠税の話などには疎い。ただ我らは不義を憎みます。争いは望まぬが、我が領地と領民が不義によって苦しむことがあれば断固として戦う。相手がどんなに強大であろうとも、それがウォルホート家の覚悟です。よく知っています。ご招待いただいた席で失礼しました。しかし塩をめぐるエスフロストとハイサンドの摩擦は年を経るごとに大きくなっているのも事実。広告では自由に塩を買うことさえままならない。私はそんな苦しみから民を解放したいのです。私とて違法院を預かり人の命に関わる者、一個人としては塩の独占が正しいとは思っていない。塩は生きる者すべてに等しく必要なものなのですから。ライラ殿。とはいえハイサンドでは塩の女神の神託をいただく教皇のご意見が絶対なのです。今回の共同採掘を機に何かが変わるといいのですが。そうだ、我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿、ライラ殿、そしてセレノア、どうかノゼリアに新たな時代をもたらしてもらいたい。はい。今日もお父様と一言も話せなかった。お声を忘れてしまいそう。町娘のようなことを言うな、コーダリア。三国共同採掘を呼びかけたのは父上だ。式典を前に忙しいのは当然だろう。
ごめんなさい。呼びかけはしたが、父上がやっているのは接待ばかりじゃないか。それならコーデリアと食事でもする方が父親としてはよっぽど立派だ。ローラン、父上を批判する気か？事実でしょ。厄介な実務は全部ウォルフォート家やパトリアとたち貴族に押し付けて命じるのが王の務めだ。それで成功すれば自分の手柄、失敗は進化のせいですか？王とはそういうものだ。違う。先ほどウォルフォート家から書状が届いた。シモン殿が息子に当主の地位を譲るらしい。セレノアが当主に？新当主はお前と仲が良いようだが、くれぐれも勘違いさせるな。今でこそ従っているが、ウォルフォート家は警戒すべき相手だ。無能なら利用し、有能すぎるなら抑え込む。扱いを間違えるな。我が友に対して無礼な！そんな目で進化を見て恥ずかしくないのか？お前のような青臭い理想で国が保てるか？理解できないな。今すぐ王家の指輪を外せ。二人ともやめてください！もういい。お兄様どこへ？師匠のところだ。稽古をつけてもらってくる。明日は舞踏大会だからな。ロラン兄様。参りました。ロラン王子、技が乱れていますよ。雑念は捨てなさい。師匠は何でもお見通しですね。王子は正直なお方ですから。よくないことでしょうか？戦いでは好きになるかもしれません。しかし、まっすぐな技は何より早く強い。極めればあなただけの力になるはずです。やはり師匠に稽古をつけてもらってよかった。ありがとうございます。明日の舞踏大会、決勝で待っていますよ。俺はウォルフォート軍として出場します。友と力を合わせて必ず勝ち上がります。最近メキメキと力をつけているのはセレノア殿と競い合っているからですね。王子、あなたは優れた資質を持っている。思い切ってやってみなさい。師匠、王の子などではなく師匠の子になりたかった。ご冗談を。あなたのお父上レグナ王は私など足元にも及ばない偉大なお方です。すみません、忘れてください。では明日に備えて休みます。周囲から期待をされない第二王子、焦る気持ちはわかる。だが認められたいのなら逃げずに越えてみせるしかありませんよ、ロラン王子。いやー、楽しい宴だった。フレデリカ、君は良い伴侶を得たな。僕にはわかる。彼の目を見れば一発だ。私などまだまだです。その奥ゆかしさも婿殿の良きところだな。あフレデリカ、
ええ、とても実直で清廉なお方だと私も感じます。フレデリカ様。その感じたことを正直に申し上げただけなのですが、お嫌でしたか？とんでもない。あなたにそう思っていただけるのは嬉しい。ならよかった。フレデリカ、君はそんな表情もできるのだな。フレデリカ様はエスブロストではどのような暮らしをされていたのですか？正直に言えば、ローゼル族の側室の子として虐げられていたよ。制裁の実施たち、グスタドルフはともかく、エリカとタラース兄弟はたちが悪くてね。子供のような嫌がらせを人前でも繰り返していた。まさか。事実さ、僕はね、フレデリカの悔しさがよくわかる。僕の父スバローグも先代総帥の弟、我が家も傍慶として不遇を囲い続けてきたからね。だがそれも終わりだ。僕は共同採掘を成功させて実力を示す。そのために大書院で学び爆裂眼を作った。それを利用した革新的な発明も。ドラガン、そろそろお開きにしましょう。随分と酔っておられるようです。ノゼリア中の交易品が集うグリンブルクが悪い。杯を取る手が止まらんのだ。口にするもの何から何まで珍しく、そしてたまらぬ美味ときた。明日の式典に触りますよ。広告の代表という退任が終わりでしょう。式典か。僕は戦争を知らない。だから三国が手を携えることがどれほどの偉業であるか実感が湧かない。なあ婿殿、貴殿はこの共同採掘をどう考える？各国の本当の思惑はわからない。何か恐ろしいことが起こりそうな気がします。共同採掘を恐ろしいと評する者は初めてだ。しかし確信をついた意見でもある。単なる予感に過ぎませんが。いや、その予感はある意味正しい。実際各国は異なる思惑で手を組んでいる。将来どうなるかは僕にも読めない。婿殿は面白い感性の持ち主だ。もっとも心配性なだけかもしれないが。見方はいろいろある。だが時代を作るのは常に熱意ある若者だ。頭の固い老人どもに任せてはおけん。僕はな婿殿、今が新たな時代の幕開けだと考えている。この共同採掘を足がかりに歴史に名を残す。つまり僕の時代を築くのだ。婿殿にも力を貸してもらいたい。ぜひ一度ノゼリア新鉱山に足を運んで。ドラガン、大丈夫ですか？なーに、酔ってなどいない。酔ってなど。寝てしまったようです。豪気な方ですね、ドラガン殿は。ええ、幼い頃から野心を隠さない方でした。それだけに
本家の兄たちには思うところがあるようで。あなたもですか？見返したい気持ちはあります。でもシモン様が言われたように未来のことを考えたいと思います。何ができるのかはまだわかりませんが。私も同じだ。一緒に考えていきましょう、フレデリカ様。フレデリカとお呼びください。私たちはこれから共に歩んでいくのだから。ではお互いに。と、いとこ殿を客室に運ばないと。手伝ってくれますか、フレデリカ。もちろんです、セレノア。起こさないようにそっと。やはり来ていたか、ベネディクト。シモン様。デストラに報告してくれたか。明日からはセレノアがウォルホート家の当主だと。お許しください、出過ぎた真似を。いや、デストラも喜んでいるだろう。お前を誰より信頼していたからな。私も同じだ。30年片腕として尽くしてくれたことを感謝する。身に余るお言葉です、ご当主様。そう呼ばれるのも今夜で最後か。シモン様、すぐに医法師を呼びます。無用だ。私の真の像がどうなっているか、お前が一番わかっているだろう。それゆえセレノアのことはお前に頼むしかない。我が家のためにもう一働きしてはくれぬか。もちろんです。この命をかけてセレノア様をお支えします。聞いたな、デストラよ。ベネディクトがいればお前の息子は大丈夫だ。我が古き戦友よ、セレノアをウォルホート家を頼むぞ。お任せを。ただいまよりウォルホート家の当主は我が息子セレノアが務める。皆これまでと変わりなくウォルホート家を支えてもらいたい。かしこまりました、シモン様。我ら一同ウォルホート家に変わらぬ忠誠を誓います。セレノアよ、当主の決定は家臣と領民の運命を左右する。これからお前はその責任を背負って進むべき道を定めてゆかねばならん。肝に銘します、父上。ウォルホートに集った家族たちを、重要な判断の際にはぜひ皆の知恵を貸してほしい。私はウォルホート家当主としてこの家をどうすべきか考え、決断し行動する。全ての責任は負うが、進む道を間違えないために正直な意見を聞きたいのだ。我が家と領民たちのためにどうか頼む。よく言った。お前にはこれを受け継ぐ資格がある。新年の天秤、太古に女神の加護を図ったと伝わる神器です。グリンブルク王家から拝領した
オルホートケ当主の証だ。我が家ではこれと合わせて使ってきた。7枚のコイン。信念のコインという。これからお前と共に歩む者たちに託すがよい。セレノアよ、今お前が言った通り、道に迷った時は当主として多くの意見に耳を傾けよ。独断で皆の運命を決めてはならぬ。家臣や仲間を信じ、慎重に道を選ぶのだ。それがオルホート家の家訓であり、当主の心得だ。承知しました、父上。いざという時にはこの天秤とコインを使って皆の意見を募り、進む道を決めます。行け、我が息子よ。ご当主様、出発の合図。これより共同式典が行われる王都に出発する。全員私に続け。こうしてセレノアは父シモンに代わり、ウォルホート家当主の座について、共同採掘の記念式典と三国の強者が剣を交える舞踏大会に参加すべく、グリンブルク王とホワイトホルム城へと出発する新生ウォルホート家。期せずして各国の代表が集う式典と舞踏大会が、新当主セレノアの名と力を示すお披露目の場となったのである。当主就任の件は了承した。我が盟友シモンもついに引退か。シモンから何か聞いているか。はい、当主の心得を説いてもらいました。それは結構。セレノア・ウォルホートよ、これからもグリンブルク王家に尽くしてくれ。かしこまりました、レグナ王。もう一度言ってみろ、タラス。何度でも言ってやるよ、ドラガン。エスフロスト代表として招待されたのは最小であるこの僕だ。分家のスバローグの息子ごときが大きな顔をするな。それは僕のセリフだ。総帥のお情けで最小になった子供は黙っていろ。口を開けば何の才もないことが他国に知られるぞ。ドラク、貴様。そこまでにしてください。フレデリカ、あなたたちが騒ぎを起こせばエスフロストの恥になるだけです。へえ、驚いたわ。あなたが私たちにそんな口を聞くなんて。ウォルホート家に嫁いで偉くなったつもり？やめましょう、エリカ。失礼ですが、間もなく式典が始まります。各国の代表は準備をお願いいたします。ふん、お前がセレノア・ウォルホートか。ここは婿殿に免じて引いてやろう。うまくやっているようだな、フレデリカ。人に取り入るのがうまいのは血筋だな。お前の母親も色仕掛けが得意だった。ああ、けがらわしい。そのくすんだ髪を見るだけで吐き気がするわ。すまなかった、セレノア殿。ついムキになってしまった。今の二人がエスフロストの
タラースとエリカ、総帥グスタドルフの実の兄弟で、私の異母兄弟でもあります。なるほど、共同採掘も簡単にはいかなそうだ。諸君、共同採掘で開かれたノゼリア新鉱山は試掘を終え、本格的に動き出した。すでに予想以上に良質な鉄鉱石が大量に発掘されています。新鉱山はこれから長きにわたって各国に大きな利益をもたらすことでしょう。アイサンドの塩と資金、エスフロストの技術、そしてグリンブルクの資源と労働力、どれが欠けても共同採掘は実現できなかった。この場を借りて改めてお礼を申し上げる。特に優れた採掘技術をもって現場を指揮したドラガン殿と、調整役として奔走してくれたウォルホート家の功績は長く語り継がれることになるだろう。ドラガン殿とウォルホート家の新当主セレノア殿にねぎらいの拍手を。バカの晴れ姿、シモン様と亡き奥様にもお見せしたかった。気を抜くな、エラドール、まだ式典が終わっただけだ。さて、めでたい式典に花を添える余興に移ろうではないか。皆に紹介したい者がいる。マックスウェル、これ。あれが創世と呼ばれるマクスウェル殿か。ええ、グリンブルク最高の強者にして上昇無敗の槍の使い手と聞きます。手の内を見ておきたい男だな。平和の礎も結構だが、堅苦しい式典はここまでだ。みな、この後の舞踏大会にばかり興味が向いていることには気づいているぞ。我が国の誇る勇士、前回優勝者マクスウェルを破る者が果たして現れるか。見応えのある戦いを期待しよう。大会の準備が整うまでしばしお待ちください。いよいよだな、セレノア。その前にウォルホート公、当主就任おめでとう。ありがとうございます。でも問題はこれからです。お前ならシモン殿の期待以上にうまくやれるさ。俺なんかと違って。自信を持ってください、ロラン様。あなたはこの国の未来を担う王子なのですから。俺はグリンブルク王国の役に立てるだろうか。ええ、必ず。私もウォルホート家当主として全力で支えます。わかった。お前が支えるに足る王家であるように俺も努力しよう。なるほど、お二人は本当に信頼し合っているのですね。こちらは紹介が遅れてすまん。俺と一緒に参加するお目付け役のヒューエットだ。王国親衛隊のヒューエットです。よろしくお願いいたします、ウォルフォード。あなたの噂はよくロラン王子から聞いている。王子の警護を頼みます。はい、お任せください。さあ、戦いの準備を整えよう。目標はもちろん。ええ、
優勝です。さて、舞台の準備も整ったようだ。早速、本大会に出場する英傑たちを紹介したい。
エスフロスト公国代表アブローラ軍、聖ハイサンド大峡谷代表エグスアム軍、グリンブルク王国代表ウォルホート軍、そして前回覇者バクスウェル軍である。おお、ウォルホート家はご子息の出場か。煙鉄大戦の英雄シモン殿と手合わせができないのは残念だ。父の武名を恥ずかしめぬよう全力を尽くします。良い心がけだ。対戦を楽しみにしよう。以上で役者は揃った。では早速始めよう。まずは対戦相手を発表する。厳正なる抽選の結果、初戦はエグスアム軍とウォルホート軍。両軍戦いの準備を。手柔らかに頼みます。ローラン王子、そしてセレノア殿、全身全霊の剣を期待する。ハイサンドの名将と謳われたお方、相手に不足はない。俺たちの力を示す良い機会だ。セレノア、始めよう。はい、みんな行くぞ。参ります。出番だな。参ろうか。どこへ飛びましょうか。ウォルホートの名にかけて。おっ、皆を導くために。どう攻めるか。勝利のために。助かる。腕が鳴るぜ。とどめだ。やらせてもらう。私のできることを。これで傷を。すまない。希望への一歩です。終わらせましょう。炎よ。正しいと思える世のために。参り。はっはっ。俺は負けん。この力を平和のために。
参ろうか。仕留めます。どこから攻めるか。せいし今だ。埋もれ、いける。勝利への糸口は。突き合い。もう一丁。ウォルホート家の未来のために。さて。腕が鳴るぜ。運がなかったですね。冷静に行きましょう。倒れろ。争いを収めるために。私の魔法で。勢いはよし。だがまだ決着はついていない。気は抜かん。押し切らせてもらう。参ります。やっ、押し切れそうです。ガラガラ。行くぞ。この技ならば。見たか、ガラガラ。女神よ、私を追い詰める好敵士と出会えたことに感謝する。やれ、私にはさっぱりわからんね。たかが武術家よ、金を生むわけでもなく。はあ、理解せずともよい。だがこの真剣勝負に水を差してくれるな。腹立たしい。当然のこと。遠くへ飛びましょうか。負けられない。せい。回復はお任せを。ご退場願います。素晴らしき戦いぶり。決して手を抜いたつもりはなかった。ソルスレー殿、後を託しまして。行きます。どう潰してやるか。俺が相手だ。うりゃ。仕事の時間です。
ぞ。もういったろ。まだまだ磨き足りは。行きましょう。もういったろ。行くぞ。この槍を受けよ。どこへ飛びましょうか。終わりです。腰の古傷がうずき出した。これ以上は戦えん。なんという失態だ。立ち筋はお父上譲りか。荒削りではあるが鋭い。素晴らしい戦いだった。君の勝利だ。勝者ウォルホート軍。引き続き1回戦第2試合としてアブローラ軍対マクスウェル軍の戦いを行う。お前たち下がっていろ。なるほど。ではよい死に鍛えられたようですね。いや、あなたの精進の成果か。まるでつけ入る隙がない。そちらこそ。私の負けだな。勝者マクスウェル。手のしびれが。将軍アブローラ、戦場では会いたくないものだ。ウォルホート公、手加減はしませんよ。望むところです。ここは気がついたか。師匠の槍をまともに食らって軽傷で済むなんて頑丈なやつだよ。我々は負けたのですね。ああ、いつか師匠を超えよう。それまでまた精進だ。ええ、いつか必ず。